次はね、またね、デイビッド・シャピロの話ね。おこれも多いですね。ね揺れ動き方がね、ひどすぎるんや。まだ揺れ動いてるんですけど。あのね、要するに、アイアムクイッティングってやめると言ったでしょ、うんね、やめると言いながら、その次。やめてないんですか。いや、やめると言って、その次の日に何出したかって言ったら、次何をやろうかと思うと。うん、で、その次はね、あの、やめる理由みたいなものを、ライブでトークしてたわけ、うん、でね、これでやめたと思うわけじゃないですか。うん、ところがね、その次に出てきて、あのね、まずね、人のチャンネルで、あのね、AI の話してるんや。うん、これが一つね、うん。で、もう一つがね、これは自分のチャンネルで、あのね、今までとは違う、あの、自分の顔写真がないんだけど、あのね、燃え尽き症候群に関する研究を行ったというわけや。で、まあまあ、その当人が燃え尽きたということでしょうけど、ね。いや、だけど相変わらずやってるということですね。やってる。で、かつね、それはね、AI を使ってやったしや。ああ、そうなんですか。で、燃え尽き症候群、まあ、どんなもんかという、これ簡単に話しますとね、いや、まずね、彼がね、なんでクイッとしたか、まあ、フラフラしてるかっていう話をね、前、病気で、僕は潰瘍性大腸炎じゃないかと言ったわけだけど、これ、いろいろややこしいよ。あのね、何年か前に、膵炎を患ったと。あれって、激烈に痛いらしいよね。で病、入院したって、これが一つね。ごく最近ね、あのね、あの治療を受けて、非常に調子が良くなったと。僕、これね、潰瘍性大腸炎かと思ったけど、そうじゃないんや。これはね、うん、ピロリ菌を除菌したって言って、うんうんうん、英語ではパイロリって言うんだけど、うん、でピロリ菌は、あの、胃潰瘍の元原因なのね、うんうん。で、あれをね、除去するのはね、あれ、抗生物質飲むかな。うん、で、まあ、ともかくそれで除去して、非常に調子が良くなったって。で、それでね、彼曰くよ、ね。あのそれまで不安神経症だったのがそれがなくなったっていうんだけど、これは僕はおかしいと思うよ。ピロリ菌で胃潰瘍だから不安神経症になるってことは僕はね、かつて彼は前にね、ガットって言ってたから、ガットって腸ですからね。で、ガットにインフラメーション、つまりあの炎症があると脳にインフラメーション、炎症があって、で不安神経症になると言ってたから、これは絶対に僕はね、潰瘍性大腸炎かクローン病だと思うよ。いや、ともかくね、あのムキムキマンで、スキンヘッドで、で、入れ墨してて、あのもう、なんていうの、まあ、筋肉隆々の男がね、病気ばっかりしてるっていうところが面白いのと、これほどね、心が揺れ動くという、普通ね、漫画なんかでさ、すごいね、あのガーッとしたね、あの筋肉マンみたいなやつがさ、すごいね、筋肉と同時にね、意志もすごいじゃん、強いじゃないですか。あの、漫画のヒーローってそうじゃないですか。うん、ふにゃふにゃしたヒーローっていますか、うん、というわけでね、だから、あのデミド・シャピロアンチヒーローや。あーで、燃え尽き症候群がどうやったかっていう話ですが、これはね、クロードとチャット GPT、の両方にいろいろ相談して作ったというわけや。で、最初向こうが言うてきた、まあ、提案、まあ、燃え尽き症候群のね、を調べる、まあ、あのものを作りたいって言ったら、最初向こうが言うてきた、どっかの診断書を取ってて、そんなんじゃないって、ね、自分でできる、うん、そんな医者に行かなくて自分でできるもん。うん、だから質問、何か質問出して、それに自分で1、2、3、4、5、非常にそうだとかね。でちょっとそうだとかさ、まあそういうのを5段階にして、で答えていくというふうな質問を何項目か作ってくれていて、結局ね、200数十項目できたわけ。こんなもんね、ちょっとね、自分用試さんは、な答えられへん。いや、だから凝り性なわけやな。で、まあ彼が、うん、それで自分で自分の燃え尽き症候群どうやね。測ったら70何パーセントで、50% 以下だったらもうダメだということで、で 0% だったらもう死んどると。だから70%ダメなんですね。はい。低いほどダメだ。うんうん。
まあそんなに悪いことなかったということですか。いやでもね、あのいいね、やっぱりね、90以上ないとやっぱりダメって、うん、燃え尽き症候群って英語でなんて言うんですか。バーンアウト。ああ、バーンアウト。皆さんどうです。燃え尽き症候群ってちょっと全然イメージできないですけどね。うん、いや僕は塚本先生見ててさ、ねえ、いやムキムキマンとは言わないが、もうね、元気あふれてるわけよね。いや、その日にもよりますけどね。こんなもんしててさ、こんなもんやっててね、ねえ、不安神経症なんてありえないよね。安田さんどうです。いや、まあ僕もね、サラリーマンの時はちょっとあったかもしれないですけどね、今はないですね、全くね、燃え尽きるってことは。うん、ああ、なんか あれですよね、やる気がないみたいな感じですよね。うん、打つ子って、まあ、まあ、なんか頑張ってやりすぎて、やりすぎてその反動が来るみたいな感じじゃないですかね、燃え尽き症候群。あのね、打つ、あのね、いや僕の場合、まあ、これ自分の経験やけど、ね、潰瘍性大腸炎ってわけ、ね、これ非常にね、腸の問題じゃなくてね、気力がね、なえるんよね。だからね、はっきりもうね、分かってね、論文の生産性が非常に落ちんね。うん、おだからね、腸が悪いですよね。あ、バーンアウトで出てますね、確かに、うん。あ、モチベーションね、モチベーション保ってた人がやる気を失ってしまうという現象だという。うんうんうん、これじゃあ頑張りすぎて。だけどこれはあれですよね、病気ではないんですよね。だから病、うん、どうなんですかね。病名ではない。病名ではないよ、病名。うん、ね、なんでしょうね。いや、だから我々もね、ほどほどにせんといかんわけや。いやいや。いやだけどあれかもしれませんよ、 YouTuber なんだったら、そのなんていうか YouTube の視聴回数上げるために演じてるってことはないですか。でもね、やめると宣言してしまってまた復活するってこれはね、極端すぎるわけや、うん、大丈夫ですかね。で松田先生はシャピロのファンなんですか。いやずっと見てるってこと。見てたわけやんでね、彼はね、なかなかいいことを言ってた、うん、で他の YouTuber だったらね、うん、ちょっと一線画するところがあったわけよ。うん、でなかなか、ところがね、その考えがね、いいなと思うところがあるけど揺れ動くから例えばね、一番最初にシングライティシングライティって言ってたわけやん、うん、ところが去年になってシングライティズキャンセルズとか言い出したんですよ。なんやねこの人と僕は思ったわけ。うん、I am sorry, singularity is cancelled とか言って。ほんでまたね、今になって singularity 後はどうなるかみたいなこと言って、うん、このね、揺れ動き方がね、激すぎる。我々だってね、意見はもちろん変えるよ、うんね。変わるよ。でも徐々に変わっていくんだって、こうね、ふら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 しないね。それも極端のね、うんうん、ね、極大から極小までガーンとこう動くなんてことはないじゃないですか。そう言いながらもずっと見てるってことは、やっぱりファンなんですよね。まあね。でもね、でもね、あのね、視聴回数がね、あ、で、ある人がコメント欄にこういうこと書いてあったけど、その、あのデビル・シャピロの、あの、Twitter が、X か、あれがね、アクセスしようとして、あの、ダメだったって。ところがね、ね、シャピロが言ってたけど、そこはね、もうね、あの、ブロックしてんだって。だけど松田先生は登録しておられるんですよね。いや、してない、してない、してない。ああ、してないですか。うん。いや、僕はだ、あのね、正直言って誰も登録してない。で、あ、しないでもね、まあ、こっちから見に行くわけ。あ、見に行かれるんですね。登録しといたらいい。ね、いや、こういうのはね、いや、メールの数が、もうね、もう、一日のメールの数がものすごいよ。まあ、メールとの関連性が、え？登録したらということですか。え、いや、登録したら通知が来るじゃないですか。ああ、はは、通知ね。うん、それメールで来るわけじゃないですけどね。え、どう、なんで来るんです。いやいや、普通に画面立ち上げたらトップの方に登録したやつの新しいやつが出てきます、ね。うん、あ、そうなん、そうなん、ね、だから登録されたらいいと思いますよ。先生、シンギュラリティサロンは登録されてますか。
ま、してません。してないです。してください。してないよ。先生したら位置増えるじゃないですか、登録者。本当ですよ。してください。いや、でもね、でもトップに出ますよ。そうですか。いや、だから見てるから。見てるから。そう言わずに登録を。本当ですよ。で、一増やすために、はいはい、お願いします、はい、皆さんもよろしくお願いします。お願いします。